これより K-1 バーサス クラッシュスーパーライト級4対4マッチ第3試合を行います。青コーナー183センチ、 64.9キログラム、 K-1 ジム大宮チームレオン所属、クラッシュスーパーライト級チャンピオン、稲垣64.9キログラム、第3代 K-1 ワールドグランプリライト級チャンピオン、フライスカイジム T マイルジム所属、林健太。すいません、聞いていいですか。はい、K-1 なんとかジム、チームなんとかって何なんですか。あ、それはあの、区別をしてるだけですね。 K-1 ジムっていうのがその K-1 のフランチャイズのジムがまず冠の、はい、その下にチームなんとかっていうのは、自分たちで言ってるチーム名のだけなので、そんなに深い意味はない。あ、そう、あ、はい、分かりました。ジムの中に軍団があるみたいなことですかね。そうですね、はい、結構そのチームなんとかってさっきから何回か出てきたと思うので、いや、これまで僕クラッシュエヴァンジェリストという立場として、クラッシュのファイターは今2連続 KO 中なので、クラッシュのファイターを応援するという立場としてはふさわしくはないと思うんですけど、でもこのクラッシュがね、今日挑戦する場面を今このね、4対4マッチなんで、一矢報いる試合を見てみたいなという期待は持ってますね。そうですね、この試合がでも一番結構きっこうとか、その K-1 という、はい、あのまあやっぱりより強い、うん、思われている人たちに対してチャンピオン、これが一番拮抗しそうなんじゃないですか。あ、おっしゃる通りですね。今この、はい、稲垣柊選手は10連勝中なんですよ、うんうん、で、この稲垣選手にとってこの今までのキャリアの中で、一番強い対戦相手になるのは今日のこの林健太選手ですね。本当の意味で、この自分の実力を試すためにもなるし、クラッシュ王者としての、ね、実力を表明するために、後楽園ホールで表明するためにも非常に注目の人ですね。パンチがまっすぐ伸びますね。そうですね、本当にこの、うん、どの距離からでも、さっきみたいにパンチ蹴り膝すべての攻撃が的確に出せるのが稲垣選手。まあ、この林健太選手ですが、はい、まあ、誰に負けてもキャリアが危ないと、うんうん、もう負けたらあかんという気持ちが当たり前で、客観的に見て絶対に負けられないということを話してくれましたね。そうですね、この林選手はこのパンチの距離、まだもうちょっとですね、この距離ですね、あのこの距離が林選手の距離なんで、あの距離に入ると、ボディ、アッパー、フック全て倒せるパンチが連打で出てくるので、あと、おっと、ああいうストレート、うまかった、おっと、あ、鼻大丈夫かな、僕はチェックですか。今チェックですね、ただいま林選手にバッティングが入りました。バッティングか、タイムストップがかかります。でもリアム選手、フラッシュのベルトを巻いている同じ立場として、やはりここで一瞬食いたいところはありますよね。そうですね、まあ、今クラッシュが2連続 KO 負け中なんで、ええ、チャンピオンとして頑張ります。ただいま林選手にローブローが入りましたため、タイムストップがかかっております。まあ、身長ではお互い11センチ違いますね。183センチが稲垣選手、そして172センチが林選手です。注意が入りましたね、今ね。再開します。おっと、今いきなり右のストレート。残り時間はまもなく1分というところです。うまいな。おっと、今すごい左でしょうか。これのストレートを合わせていきましたね。しかし立ち上がりました。まあ、バッティングとローブローっていうところで、ね、集中力もちょっとあったかもしれないですけど、さあここからまたローキック、これでも前に出ますね。プレッシャー素晴らしいですね。さあここから残り40秒というところ、前に出ましたね、はい、さあこのプレッシャー、林健太がね、このね、蛇に睨まれた帰る状態になっているのが僕信じられないですね。おっと、これボディ、そのぐらいこの、うん、さあそして顔面にも一発、全く隙がない、うん、やっぱパンチ見てるとね、
外を取っているのが、この稲垣選手なんですよね。なんで一発ストレートがまっすぐ伸びる距離の顔があるんで、最後のパンチ、右ここでストップ。ここで1ラウンド、1ラウンド目が終わりました。稲垣選手すごい落ち着いてますね。落ち着いてますね。全ての局面で、彼は自分が劣勢になる場面も自分が攻勢になる場面も全てを、イメージした練習ができているということを僕はすごく、日々の彼のいろんなことを見ていると感じることができるんですよね。どんな場面でも戦えると言ったじゃないですか、はい、それでもやっぱり、うん、前に来させてる感じはダメよね。やっぱ下がらせないと、うん、やっぱそこはベースじゃない。でも遠い、やっぱ遠いところが強いと思う。強いよね。そう、うん、そう、自分でプレスかけて距離保ってが強いと思う。こういう相手に下がるとなんかもう全部いいようにされちゃうから、逆に林選手はもうかけてかけてが強いと思うんで。あーうわー、ドンピシャーです。ドンピシャがね、もう位置に入っちゃってるし。さあ第2ラウンドです。林選手かなりパンチをもらいましたね。第1ラウンドもらいましたね。この彼はね、本当にメンタルタフなんで、もう切り替えていけると思うんで。林選手がですね、はい、林選手ですね、はい、さあ前に来ました林、まあ、ただダメージはあると思うんで、はい、まあ、そうやって前に出るところをどうやって稲垣が捉えるかというところでしょうかね。そうですね。ちょっと林のパンチが当たりませんね。よく見てますね。得意な距離に、はい、入らせてもらえないですよね。ああいうボディーワークも非常にうまいですよね。そしてストレート、アンダーボディー、すごいね。すごいですね、この選手は。攻撃に対してはちゃんとボディー、ガードしてますよね、宮脇が。はい、やっぱこの打ち合わないというところもテストックとして対策している気がしますね、で基本的には自分の先手で試合を進めている。やりさっきの佐々木選手がいる階級のチャンピオンが稲垣選手なんですね。クラスの選手がいる。これは結構完成されてますね。で K1 の今この階級のスーパーライト級のチャンピオンが不在なんですよ。ワンツー、このアッパーストレート、しっかりガードしています稲垣。こういったところですね、相手の攻撃を必ず。そうですね、あそこで、はい、打ち合うとやっぱりこの林選手のハンドスピード非常に速いので。ミドル、今度はカーブ、ワンツー、そしてもう一発ストレート。ここはガード、しっかりガードしている稲垣。一発すごい左、そしてミドル。本当にこの、ね、稲垣選手が今10連勝中なんですけど、この10連勝の中で危なげない場面がほとんどないんですよね。一方的というわけじゃないですけど、それぐらいに見えるということですよね。はい、そうなんです、はい、常にその攻撃はもちろんなんですけど、ディフェンスの練習も同じぐらいの、強度で練習してるんだなというのが見えるんですよね。それと一瞬ぐらついたら大丈夫か、リアムさん、ちょっと聞いていい、はい、もうここまでこの林選手、あれ林選手だっけ、はい、が、林さん、稲垣選手が有利だと、はい、この前の、はい、稲垣選手の足をインローで蹴ったらダメなの。あ、1ラウンドの最初に林選手インローを蹴っていいなと思ったんですけど、多分意識が多分パンチに行っちゃってるんじゃないですかね。全然蹴りが出ないんで、ね、はい、多分顔は当てるの難しいんで、うんうん、下から崩すというのはありだと思います。せめてインローを蹴ればさ、踏ん張れなくなればパンチもちょっと遅くなるかな。稲垣選手若干スタンス広いんでボクシングスタイルになってるんで、うんうんうん、蹴りはカットしづらいのかなと思うんで、はいはい、結構意識はもうパンチパンチになってますね。やはり後半に行けば行くほど身長差っていうのが関係してくるもんなんですかね。やっぱ僕身長差とか体格って一番は、体力だと思うんですよ。やっぱ削られるんですよね。なるほど。
人よりも5センチ多く踏み込んで5センチ多く下がって5センチ多く左右とかそんなのずっと繰り返すうちに疲れるんですよ。ああ、そうなんですね、はい、本当にじゃあ本当に何て言うんですかね、体力が削られるというか。そうです、だからやっぱり、ラウンドマスごとにその差はやっぱどんどん出てくると思いますけど、そういう意味では今がかなり苦しい状況にあるということですよね、林選手は。さあファイナルラウンド。でもとはいえですよ、この林選手のこのパンチは非常に強いんで、このプレッシャーも受けながら稲垣選手はちゃんと冷静に戦えてるんで、気は抜けない状況なのはミドル間違いないんですよ、稲垣選手も。でもそこをこの稲垣林選手のプレッシャーを受けながらこの、ね、冷静に全て気を消してるというのは、この稲垣選手のレベルの高さ、高さに僕は覚えてますよ。さっきよりはダメージがちょっと減った感じですよね。そうですね、慣れてきた。ここで飛び膝、的確に顔面を狙っていきます稲垣。しかし林も前に前に来ています。一発、これは左、もう一発左が入った。ポジションがやっぱり良くないですね、このボディです。パンチも上下ちゃんとこう散らしていきますね。一発顔面に入れました。おー、面白いですよ、僕なんか蹴ったこと一回もないので、蹴れよって思いますね。感情移入できてるんですよね。あの前足をちょっとね、やっぱり前足は本当に、ね、蹴りも蹴る、膝もね、接近戦での膝とかも使えるファイターなんで、それだけやっぱりどうしてもね、今日はパンチでっていう風になっちゃってますね。今のあい膝ですよね、絶対ないなと思う。おー、押していった左、そしてワンツワンストレート、林も応戦します。ここで引いていないという素振りを見せた稲垣、ボディに一発、そして今度は膝。やっぱこの距離だと、林選手のパンチ当たりますね。当たりますね、はい、当て感、一発が非常に硬くて重いんで、稲垣選手としてはそうですね、しっかり冷静に冷静に、これまでの試合通り、ワンツーが入ったストレート、おっと入って、顎の部分でしょうか、そして左のストレート、いやこのラスト1分、このお互いファイターズハイになってますよね。さあここから残り1分です。ここでまだまだ試合動く可能性はありますね。あーとワンツー、はい、顎に入れてきました、稲垣、稲垣選手も、ね、倒し合いを楽しんじゃってる感じがあるんで。そうですね、はい、ファイターとしての差ですよね、はい、ワンツー、この話が、打ち合って勝ちたいという気持ちが出てきたのかもしれないですね。今度は膝、さあ残り時間30秒、固くしながら今度は膝、あのその、うん、ワンツー、林選手の土壌でも非常に冷静にできて、あった、どのフローでしょうかね。今日で3発目なんですけど、はい、林選手本当かっこいいですよね。3発もらっても何回もこの、ね、楽しそうに、あー抜けてきたなっていう、このすがすがしさ本当かっこいいですよ、林選手、普通だったらね、もう止まってもいいのに。してくる、さあ残り10秒、さあお互いパンチの押しです。今度膝、そして左、あーここで判定です。あ、相手の土壌に最後3ラウンド目いった、した、はい、稲垣選手の、はい、この試合中にまた伸びしろが一気にググググッと終わったんじゃないですかね。判定結果をお知らせいたします。さあ判定です。ジャッジ西村30対26、青稲垣。ジャッジ水谷30対27、青稲垣。ジャッジ抜き30対26、青稲垣。以上判定3対0、勝者稲垣秀。さあ3対0判定で稲垣秀が取りました。 K1 選抜、ここで1試合
勝を返しました。高橋勝ちましたね、勝ちましたね。でも俺とさっきびっくりしました、うん、ファイターズハイって言葉があるんですよ。言わない。でもね、いやいや、いやランナーズハイから来てると思うけど、意味わかるから、すごいあるよねって思った。絶対勝たなきゃいけないし、それよりも楽しいって、殴り合ってる時ね、ファイターズハイって言うとは知らなかったけど。練習中にもなかった。いや、ね、あるんだけど、うん、その言葉を使って説明したことがないです。なるほど。いや、次回からぜひ、はい、使います。ファイターズハイ、スーパーライト級4対4マッチは K1 選抜選手1勝、クラス選抜選手1勝となりました。それではここでマイクがあります。稲垣選手に一言いただきます。稲垣です。今日はありがとうございました。まず佐々木愛選手、ローブローとかいろいろすみません、本当に戦ってくれてありがとうございました。うん、まあこのスーパーライト級9位になって、僕が世界を取らないと始まっていかないってずっと自分も言ってて、そうですね、でもまだまだですね。まあ世界に向かってトーナメント、まあ、決まるか分かんないですけど、それまでしっかり準備して、僕が世界のスーパーライト級ベルトを巻きます。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ザ・ K1 VS クラッシュスーパーライト級4対4マッチ、ここでクラッシュ選抜が1勝を返しました。はい、まあ、さっきも言ったように僕クラッシュ選抜としては嬉しい勝利ですね。そうですね、はい、クラッシュのはね、 K1 の下じゃないということを証明してくれましたからね。はい、はい、さあこの勝負、稲垣柊選手が3対0判定で勝利をもぎ取りました。